今日もこんにちは。こんにちは。アメシバの部屋から。ふわっとさ、逆だよね。確かに部屋から。じゃあタイトルコール、タイトルコールいきますか。はい、はい、じゃあいきますね。カメラロールを見ながら2021年を振り返ろう。2番目誰です？私です。ナブナ。はい。今
ひなの実家の。かわいい。もう後ろ姿がかわいい。あ、アイカの枝毛いじってる。この時はもうアイカの枝毛が本当にひどかった日で、日っていうかもう時で、もうみんなで写真を撮ろうって言って、たくさん証拠を残したんだよね。そうそう。そしたらもう LINE のさ、あのファイル？ファイル作ったじゃんね。枝毛ファイルを、もう50枚以上溜まった。あるあるある。でももうそれでも治んなかったからもういいやってなって、もうやめたんだよね。いつの間にかもう投稿もされなくなっちゃった。なくなっちゃった。でも今収まったんだよ。そうだよね。うん。まあ、3分の1ぐらい、食べ物多いね。そうだね。でもなんかさ、なおと一緒に住んでる時もさ、なお、食べる前に毎回撮ってた。あ、なお3月から見ていい。なるほどね。3月2ヶ月ずつだ。え、ちょっと待って。どういうこと？いけいけ。怖い怖い。3月3月1、2、3、4、5、6ってこと？5、6？ 桁置いてください。ちょっと待って。桁置いてください。11、12は？桁置いてください。11は？置いて、みゆき。はい、じゃあなお飲みますよ。こわー、ちょっと待って。3月はあ、でもカラジェネ持ってるね。あ、そうだ、これ取りましたね、カラジェネ。あ、新たにもらったやつね、もらったよね、いただいて。3月1日だ、そうです、ぴったり。最後の楓、これは留年が決まった日の楓ね。動画あるじゃん、見たい。なんでバナナ持ってるの？見ながらやるの。3月ねえ、いいじゃん。3月、なんで寝る、なんで撮ったの。じゃあみんな3月なんかない？寝てる。3月でしょ。楓でしょ。うん。うわー、懐かしい。何する？あー、懐かしい。いいね。いいね。対決。対決。体張ってたね。そうだ、ね、白塗りをしたっていう。そうだそうだ。出れちゃう。え、かわいい。いいんじゃない。ベルちゃん、これは何中、これはコントの練習中に海見てて、なんか変なことやってたから写真撮った、なんかめっちゃエモかったよね、海の前で。あーね、確かに。歌合わせし、あ、これ卓球してた時の写真、あ、動画だ。リンリンさんの誰も卓球知らなそう。やばいやばい。地獄やな。いいね、いいね、この写真。超いい、いい写真。晴れててよかった。そう、いや、そうだよね。なんかちょっと雨降ったよね。って感じですね。あら、いい写真。あ、懐かしい。って感じです。おー。合宿の写真。あ、あと、あ、うわ、あ、あ、なんだっけ、あ、なんだっけ、これ見せていい？あの寄せたやつね。そうだ、マツロのやつ。マツロ、マツロ、デーモンになりかけの楓。そうだ、ね、途中ですね、まだ。あ、まだ、まだ、まだカニツルツルだ。まだね、そうだね。これはそれこそ、あー、合宿行く前だ。行く前に、そう、みんなお出迎え、お迎えじゃない、みんなすっぴん。なんだっけ、さよなら、さよなら、お見送り、お見送り、お見送り。待って、楓のキャップ何？キャップ、ちょっと待って、楓の、楓さん、あれキャップかぶってたっけ。JK おかしい。怖い、なんかびっくりした。
四月はヘアダラスタートだって。四月スタートなの？四月だ。四月からだっけ？あ、そうなんだ。あと走る豆柴と M の MV、 あと豆に寄せてきた豆柴の公開かな、末路のやつねが公開されたのが4月。へえ、そうなんだ。あ、あとねスクローブロックで撮ってくれた桜の写真がめっちゃ綺麗、綺麗だったよね。綺麗だった。保存しました。うん、覚えてるよ。めっちゃ綺麗じゃない？綺麗。いい写真っていう、こういうのもあったり。4月もう終わるね。終わりますね。あ、終わりました。はい、5月。はい、早い。早いね。5月担当で、はい、愛花ですね。うちすごいつまんない。5月は何をしたかと言いますと、うん、豆柴大作戦ツアースタートした。おー、ツアーか。で、ワンシーズン撮影、うん、豆様撮影、うんうん、あと、奈緒と美雪は99人のカード撮影、 あと、楓のウェディング撮影があった。あ、そうやって何？一枚ずつ見て大丈夫？7月映画は5月か。あ、すごい、あの、ミューモポークやばい。じゃあ5月行きますね。はい、あのまずあのミューモの時にね、はい、あのそれぞれみんななんかその豆粒じゃない豆島の大群の末路の時の格好でミューモする時があったオンライン特会、ね、その時のまず楓の下準備してるところの写真そう、これさ、これ自分でやんなきゃいけないからさ、楓めっちゃ大変だったよね。そうなんですよ。髪は立てれないからバンダナ巻こうっていう謎のね、だからその時の楓を撮ってて、やばい、ブルーハーツみたい。ユーモのさ、時間かぶる楓と一緒の時があったの、うん、だからその時 の写真を撮ってたやつ。そう、とか、なんだろう、ちゅんあ、ほら、ワンシーズンの撮影してる。あー、綺麗になってる。あ、あ、これえ、あ、最初でいいのか。そう、あっちで音出てる。そういうことか。あ、やばいやばい、遠吠えしてる。これで楓のね、撮影の遠吠えの動画。ジャケ写でさ、遠吠えしてるシーンがあったんだけど、そう、遠吠えしてる、本当に遠吠えしてくださいって言われて、楽屋からさ、なんか鳴き声聞こえるって思ってさ、この状態どうしたのっていう、この楓の遠吠え動画ね。遠吠え動画、そう、あと犬メイクしたね。あ、犬メイクで、ね、みんなのメイク撮ってます。あ、かわいい。かわいい。すごい。何固まった？誰かいないって思ったら楓がいない。あの、私ソロでね、みんなのね、犬メイクをね、撮ってたんだよ。ソロで、まずこれ、ナナエでしょ。でね、次、ナオでしょ。撮ってんのよ、ちゃんとみたいな顔して。みゆき、あ、みゆき見えるんじゃない？ちょっと普通のミユキじゃん。はい、いや、犬っぽい顔してたけど。犬じゃない。あの、二人しか撮ってなかったんです。まあ、ミユキ犬の顔なんだ。あ、でも二人の写真、ね、あった、二人の写真でね、これみんなでね、撮った。ちょっと一個ずつちゃんとみんなで撮ったやつね。 あるね。そう、あ、すごい、ジョジョ園。そう、この日ね、お弁当がね、ジョジョ園のね、お弁当だったの。まあね、いろいろあってスタッフさんが好きなものをね、おごってあげるよみたいな、頑張ったからみたいな、ご褒美で私がジョジョ編も選ぶっていう。そう、そう、美味しかったね。あと、めっちゃ美味しかった。これ何だったっけ、この YouTube のやつ、ね、ランキングのやつ。あー、そう、ランキングの時のクロちゃんの写真。あ、クロちゃんが買ってきてくれたんだよね。そう、クロちゃんがね、これね、買ってきてくれたね。あ、お土産でね。え、違うよ、新潟行ったわけじゃないんだよ。ただ物産展の方が買ってきてくれたんでしょ。あ、そっか。でも、買ってきてくれたには変わりないから、一応取っといた。クロちゃんでか。なんか電車で可愛いアザラシ。いい、いい、そう、そうだ、移動中撮ってたわ。銀座線で。いや、あれあれ。だから、まだそんなんしかないかも。おもろ。え、これ。あ、みんなの寝顔がある。何人並んで寝ることある？そんな。待って、いつ？これ可愛いから見てほしい。これ意味してる。これ絶対口開いてない？開いてる。可愛いでしょ？いつの？みんな寝てるの。いつだったんだろう、これね。これ5月9日。5月9日？どこ行ったんだっけ？ツアーだっけな。ツアーでも、ツアー中か。あ、うちがすだちのなんかとかと食べてる。すだちとか有名な場所か。え、なんか地方行ったってことだよね。多分すだちが有名。あ、広島だ。広島か。ゴミ島中食べてるの。あ、マジ？広島？え？
新幹線だったんだっけ広島。うん、そうだよ。あ、そっか。その寝顔とか。やつ。読みやすいじゃん。え？何しろスクショしてんのマジで。大丈夫だよ。あとクロ、あのこれ何の撮影だっけ？正座してるけど。クロちゃん何のこれ？豆様。豆様のやつだ。豆様の撮影。クロちゃん、クロちゃん一瞬しか映んないのにさ、そう5時間前ずっといた、ずっといた。その時のクロちゃんのやつかな。そう、あのかクロちゃんの楽屋のメイク室だったんだよ。これクロちゃん、そうクロちゃんのメイク室にちょっと滞在しててね、ずっとね、みんないたよね。そうなんでクロちゃんの楽屋がうちらのメイクルームで、そう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 、あお菓子がずっとあったから盗んだよね。そう食べなきゃって思って、あやクロちゃんのお金がこれね、三重北赤から行った時のやつ。へぇ、そうだ。なんかやたらとこれ、あ、ユッケ、うわ、うまそう。写真だと思ってさ、この人早く食べろ。写真だと思ってちゃんとポーズ撮ってくれてる。髪短いね、ね、短い。まだ撮ってんの動画なんだよ、うちが。なんかこの日さ、たまたま赤からで会わなかった。そうだ、あ、それか、あ、これか。そう、え、何日それ。これね、5月19日。うちその日お父さんとお好み焼き行った日だ。そうだそうだ、たまたま。そうだ、花屋さんあれだよね、なんか下北レコーディングした。あ、そう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 、その時の写真撮ってないよね。そう撮ってない、たまたま撮ったんだよね。うん、うちとなおちゃんとこの2人が、ね、これで5月中旬だね。5月中旬。あ、でも下旬に入ってきた。え、でもそんなしかないかも。みきかえでが怖い、怖い、これ怖い。待って、何それ見せてよ。これ何だったっけ。まずね、まず1枚目これね、弱肉強食の MV とかで。強肉弱食の強肉弱食。違います、ね、これズームしてあげた。近づいてくるみゆき、そう覗いてくるの。車越しに来ないからなんか外から殺されるやつが近づいてくるやつ。あ、でももう終わっちゃう。5月。そうだよね。あ、これ友達だから。あ、じゃあ終わりだ。そう、友達可愛いんですよ、ね、めっちゃ可愛い。この時の日待って待って待って、あなんでそんな、めっちゃ不機嫌だよ。待って待って、怒ってんの。待って待って、それいつ。待って待って、6月8日だって。花絵かわいいのあるよ。ほらほら、これ花絵かわいい。なんかそんな、この花絵かわいいよ。待って、ちょっと戻っていい？うん、遡っていい？うん、見て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 。あー、ホテルから、ホテルからスリッパ出てきた。待って待って、うち動画あるよ、楽しみ。6月？いついつ？ね、やだ、そんな。6月6日あ、私フロントの人にも気づかなくてすいませんでしたって言われた。逆に？そう、花江が衣装を脱げなくなったやつ持ってる。なんでそんなの。あ、ネイコマさんあるよ、あるよ、いいよ、あるある。6月21日どこだっけ。え、待って、うち撮ったんだけど。ほら、動画もあるよ、動画あるわ。え、うちもいいよ。あ、これだ、これだ、これでしょ。違う角度からの動画。ねえ、あれで、なんで4つも一緒に話してんの。わかんないから、みんな。本当に面白いよな。ちょっとみんなで流そう。そう、最初から。せーの。いいって。あ、待って、うちと繋がっちゃって。マジで面白い。いいよ、いろんなアングルからの私。面白すぎる。そう、あのね、私、床にスカートをどうしてもつけたくない。はいって一番あっち誰なお、あ、カエデつか、カエデだ。終わってるし、一人で。あ、もう切れてる。でも終わった。ありがとう。まだやってるよ、いいやつね。どういう。じゃあ次、8、9、7、8かな。7、8でした。今6月が終わったの。まあ、夏ですね、7、8は。はい、何やちょうどツアー真っ只中で。そっか、そうね、いろいろあったよね。そう、あ、来たね。どれが7月。そっから7月だ。あと大阪にもツアーで7月5日に行ってて、うん、その時、あのね、みゆきが歩くの遅いんだけど頑張って早く歩いて。あ、やった、かわいい。かわいいね。何これ。あ、相性悪いじゃん。
めっちゃ三重系が頑張ったで、7月が何やったかと言いますと、ワンシーズン発売。あ、そう、7月なんだ。だからね、ちょっと忙しかったんだね、うん、あと、大作戦、豆柴大作戦のツアーファイナル。え、終わったの7月に。そうだね、7月に終わったんだ。そうだそうだ。で、あれですね、皆さんの元にパネルを届ける。あ、お家にピンポンしに行くやつを、そうだ、え、なんかそれやったのが7月になります。まあ、8月も一気に行っちゃいますか。そうだね。 TBS7 大外公演、大体公演と沖縄初 FC ツアー。あ、そうだそうだ、うん、で、トナカイ衣装の撮影があったのが8月です。クロちゃんから写真を送られてきたね。なんだ、うん、まあ置いといて。、ね、はい、え、待って、あー、袋飛んだ。えー、あの、そう、ツアーファイナルのゼップで、うん、あの、クロちゃんがね、あの、そう、あの、コントで、さらば青春の光さんに、うんうん、一緒に、あ、見えてるから大丈夫、出演したんですけど、ツーショット撮っていただいたんです。うわー、そうだね。だって、カエデクロちゃんに撮ってもらってる。クロちゃんに撮ってもらった。あ、あ、あ、え、カエデの、あ、あ、そう、シュープレの発売。あー、発売か。ジュリーいっぱいしたのよ。なんか恥ずかしくてツイッターに載せなかったんだけど。え、かわいい、かわいい、めっちゃいいじゃん。え、なんで載せなかったの。載せればよかったのに。かわいいよ。いっぱい撮った。あとシャインマスカットの撮った。そう、楽しかった。グラビア、またやりたいです。おお、お願いします。行くに頑張るので。行くに、行くに頑張る。行くに頑張って、本当に頑張ってもらって。お、これ何？これはあのジェルジェルさんと私と何？あの鏡越しに撮れるってこと？そう、ポップアップショップに行ってきて。あー、そうそう、カバン買ってたもんね。そう、渋谷のパルコで。あ、そっかそっか。絶妙のスリーショットだね。そう、のんちゃんとルール店っていうね。そう、え、行ったの？ルール店行った、行った、楽しかったよね。行ったんだ。あれ最初にルール決めて回るやつでしょ？そうそうそう。すごいよね、あれ。そう、六本木の。そうだ、行ったね。うんうんうん、どうです。これが7月、8月になりますね。あ、カエデのメイクのやつ出た。9月、10月見て、カエデがなんか上向いて本読んでる。そう、本読む時さ、疲れちゃって上向いてるんだよ。なんで？どういうこと？腕が疲れるだろ、こんな。あー、なんかいい写真これでしょ、これ。あの、うん、わいい、ね、ちょっとセクシー。そう、あー、いいね。ヴァンパイアのゆうきさんとまほさん、うん、すごい。がなんか多分、私飛ぶ滝行する前のみゆきの写真撮ってる。何それ、いつ撮ったっけ。うわー、文面だな。それの引きバージョンがある。2パターン、なんなの。何や、え、よくわかんない。みゆきの飛ぶ前の写真なら持ってる。え、なんでみんな飛ぶ前の写真持ってるの。携帯置いててないわ。かわいい。そんなどうやって飛ぶ前の写真は、うん、どうですか。怖い、怖い。死んでしまったらどうしよう。大丈夫。反省、でも反省10個言わなきゃ出れないって。うん、言えば出れない。待たれてるんだって。これ防水なんだね。ね、いや、マジ感じるんだ。直前で撮る。頑張って。大丈夫。死んだらね、うちらも死ぬから大丈夫。だって無責任。これがいつ？9月10日？9月10日。今日は？豆柴が死ぬの？豆柴メンバー。それ何？どれ？その私何？え、これあれだよ、あのさ、豆運びか。豆運びファンクラブでね、あの、ファンクラブで流す、なんか豆運びみたいな。何写真撮ってんの。写真です。あ、ね、アイカのさ、あれ、アイカの、あー、もうみんな、ね、やだー、もう面白くないもん。これ、じゃ深夜テンションみたいな。みんな寝てなさすぎて、みんな頭おかしかったんだよ。もうほら。これ見えてないからね、ちなみに。あ、そうか、そうか。ちょっとだけ、ちょっと見えない。もうよろけてるもんね。もう眠すぎてね。うん、そう。9月は。
こんな感じかがつって、うん、ここら辺めっちゃ忙しかった記憶あるな。みんな寝てなかった。そうだよね。ね、やば。待って、もう10月でしょ。あ、鼻毛がツンツンしてるやつ。やばくない？一人でずっとこれやってんの。何なの？ちょっとね。何やってんだろうと思って見たらこれよ。何その写真？楓が飛行機でボールしてる。頑張れ。入れちゃいます。16。北海道。北海道か。かよー。頑張ったね。結構揺れたよね。この辺やばかったね。やばかった。これはうちも怖かった、普通に。霧でね、前ちょっと揺れますって言われてね。結構揺れたよね。そう、想像以上に。そう、いつも愛か手握ってくれるんだよね。優しい。大体楓が隣だから、ね、席はね、いつも大体一緒だよね。だからいつもね、あの見守ってる隣で。え、もう10月終わりじゃない？あ、まだ経った。17 19 21でもやっぱ時計の写真多いね。そうだね、時計の時だったもんね。え、終わっちゃった。終わったって。終わっちゃった。10月ね。10月の終わりかな。リリーベもありまして、ライブの写真も多めだったね。うんうん。11月皆さんなんか見せたいのあります？11月ね、まあ、10月でもいいですけど。11月、あ、そっか。なんだよ、なんだよ。どうしたの？10月31あれじゃん、コスプレしたじゃん。したわ、リリーベで。それもあったね、八王子のリリーベで。したね。11月は、あの、なおちゃんがすっごい高いヒール履いてて、あの、みゆきとの身長差がえぐかった。やばすごかった、マジすごかった。えぐいね。そう。あの、それ、うちもね、電車で撮ったの。電車で？わぁ、高っ。そんな、そう、見下されてた。すごいな。すごいね。そう。あ、でも11月もあんまり、ね、その日に直と新大久保行ったね、行ったね、うん、これ見せていいじゃん。あ、いいよ。いっぱい食べてる。最近愛香と新大久保行くのにハマってて、そう、楽しいよね。そう、よくね、食べてるチキンとか。すごいよね。そう、そう、あとね、オレオスムージーも飲んだよ。オレオスムージー、あ、ね、めっちゃ美味しかった。マジで美味しそう。カレーとかは甘くて飲んだよ。でも甘そうだな。あ、そっかそっか、甘そう。結構多かったよね。結構量も多かった。フラペより結構です。え、そんなに、あの、結構すごいよ。結構大変だったよ。2人で、寒いね。寒いながら飲んでた。食べた後でしょ。なんで食べた後。でもね、11月はエイジストックがございまして、まあ、TGCT も出させてもらったり、福岡のアビスパさんのイベントにも出させていただいたりと、あと週末にはリリースイベントを行ったりと、まあ、結構いろんなところに行かせてもらったり、ライブをさせてもらったりした月でしたね。で、まあ、今のね、これを見ていただいてる時は12月と11月、まあ、12月はね、月いろいろありますよね。そう、まずは豆柴48がありますね。そうだね、台湾、初の台湾ツアー。やばいよ、もうまだ今の時点の私たちはまだしてないんですけれども、ね、まあ、この動画が上がるのは12月なので、もうしていると。わ、もうして終わっち終わってる。どうでしたか？はい、どうだった？そしてあれですね、もう両 A 面シングルの発売、うん、そろそろですね。もうなんか2週間ぐらいあと。そうだね。え、すごいよね。声のフルスイングすごいよね。すごいの。昨日は戻らないも素敵なんですけど、今日のフルスイングもすごいんですよ。それは見ていただいて、聞いていただいて。あとね、12月は年末はね、まあ、いつも音楽番組などに出させていただいてるので、まあ、今年も出れたらいいなみたいな。そうだね。元気かな。ございますね。発表されるかな。そして、まあ、柏木さんの総選挙も。わー、ね、そうだ、ね、ドキドキだね。どうなってんだろう。いやー、マジで、あれすごいよね。事務所で総選挙するって。そうそうそう、初。私たちは初めて。そう、ね、誰が選ばれてるんでしょうか。ね、ドキドキですね。まあ、そして、豆柴の大群の
まあ、結成日といいますか、この5人が決まった日でもありますので、まあ、特別な月ですよね、12月。そうだね、確かに12月、まあ、去年のね、去年の12月25日は、まあ、各地にダイソー、うん、あ、そうそうそうをね、コスプレ、ね、サンタコスしながらしたね、ね、トナカイとかの回りましたね。いや、本当にあれで移動してたんだからね。そうそうだからさ、電車とか乗っててさ、マジで難しかった、ね、スタッフさんもコスプレしてて、そう、そう、2人でコスプレしてて、変な目で見られながら、うん、移動してました、まあ、今年のね、クリスマス何するのか私たち全くわかんないけど、そうだね、わかんないね、何かしらあるのかな、まあ、そこら辺はちょっと私たちもわからないので、ぜひぜひお楽しみにしてくれればなと思います。はい、2周年3年目か、もう3年目に入れ、早い早い早い、もめしばになってから月日たつ、早いよ、おかしいよ、もう3年目に入るんだね。まあ、ぜひぜひ皆さんのこの1年も振り返りながらコメントに書いていただければなと思います、うん、はい、皆さんはどんな1年を過ごしたかな、3年目の豆柴もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということでカメラロールを、まあ、ゲリラではありましたが、いや、びっくりしたねえ、本当に焦ってるからね、伝えずにカメラロールを見ながら2021年を振り返りました。皆さんいかがですか？なかなかね、カメラロールなんて見せることないですね。ないね、初めてだよ、オフショーをね、見せないからね、え、こんな写真あったなっていうのを見ながら振り返れたんで、すごく楽しかったです。はい、終わり、終わり、そうです、はい、終わりということで、2022年の豆柴の大群もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます、以上、豆柴の大群のヘアガラガラでした。良いお年をみたいな。まだ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 だけど、お汁粉食べよう。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てねー。